ありがとうございます。さあ、セントレーニアお越しの皆さん、私見えてますか、手振ってください。ありがとうございます。ああ、お城の方までありがとうございます。さあ、今ですね、侍忍者出陣祭り春の陣ということで、今日一日をかけて、そして昨日から2日間をかけて行ってまいったんですけども、今日この時間がもうこれで最後のステージとなっています。皆さん、15時15分からもうスタートするんですけど、これが最後ですね、春の出陣祭り最後となりますので、ぜひ皆さん集まっていただいて、ステージ前に集まっていただいて、これからかっこいいね、お侍さんたち、そして忍者の方々が出てきますので、しっかりと刮目していただきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは今回の演舞ステージを行ってまいります。まずはご登場いただきますのはこの方々です。名古屋おもてなし武将隊、名古屋おもてなし武将隊、名古屋の魅力を全国に伝えるため、名古屋にゆかりのある6人の武将と4人の陣笠隊で結成、名古屋城での演舞、そしておもてなしの活動を中心に様々な分野で活動しています。迫力ある演舞と男気あふれる振る舞いをお楽しみください。そして今回は特別にコラボ演舞ということで、名古屋おもてなし武将隊の皆さんと、そして徳川家康服部半蔵忍者隊の皆さんの合同演舞となっておりますので、最後までしっかりと楽しんでいってください。そしてかっこいいな、素敵だなと思ったら大きな拍手、声援を伝えてあげてください。よろしくお願いします。それでは名古屋おもてなし武将隊です。よろしくお願いします。知っとらんものが奥の方にいっぱいおるでございます。知らん、勝ち抜き知っとる、首かしげて知らんな。それは忍者さん教えてるや。勝ち抜き知らんものが多い。勝ち抜きとは戦勝祈願にござります。右手の拳を大きく掲げ、えいえいあーえいえいあーえいえいあーとみたび声に上げるものにござります。皆様にはこのの部分を共にやっていただきとうございます。それでは一度やっていきますと、皆様右手の拳をご準備くださいませ。はい、よろしゅうございますか。さあ、我らの声が聞こえておったら拳を掲げてくださいませ。上がっとらんのもおりますな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。それではやっていきますと、おう、活躍者すべえいえいあチーム正体は400年前よりよみがえりし小野の不集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は太平なる、その暮らし楽には民は
必死に生きております。その様は400年前、戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々は蘇る。島上よ、ここはどこじゃ。戦場にござる。ここは桶狭間。違います。ここは三方ヶ原。違います。清正、ここは長城か。違いまする。ここは関ヶ原か。違いまする。ではどこじゃ。日の本の国、令和の世の合戦場にございます。であるか。面白い。皆の出陣じゃ。将来を尽くし槍を狂い続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。それ、えい、えい、あー、えい、えい、あー。
ました。今一度大きな拍手を送りください。名古屋おもてなし武将隊の徳川家康服部半蔵二世隊の合同演舞でございました。ありがとうございます。最後に信号するし、カメラ様いかがでしたでしょうか。合同演舞おじゃな、まあ、わしは最後ちょろっと出てきただけだから何よりも、はい、服部半蔵忍者隊大義であるぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいな、お主の家臣は。さようにござる。優秀でございましょうぞ、織田信長の。そうだな、お主も見たか。はい、優秀であろう。素晴らしかったですね、はい、一言いただきたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。半蔵よ、参れ。はっ、参りました。こういうことで、優秀、優秀、優秀、はい、優秀でございましょう。そっくりでございますね。大優秀。大優秀だと。やっぱりこの主君あるて、この家臣だべな、はいはい。一言参れというのは、そこに行けというわけではなく、一言申して参れという、それを短くしたものじゃ。今日に参れ。はこの度この名古屋おもてなし武将隊の方々と共にこの合同演舞できたことをわしは誠に誇りに思うわけじゃ。そしてそれをお主らは目の当たりにしたということやな。ぜひ俺はのお主らの心に焼き付けて後世に語り継いでほしい。よろしくお願いします。以上です。そうですね、なかなか今までもこういったその最後の甲冑ダンスを一緒にするっていうことはなかったですもんね、うん、なので初めての試みということで皆さんもすごく良かったんじゃないでしょうか、うん、まあなかなかこれ見る機会はないかもしれませんけども、また機会があったらぜひそうじゃな、ね、見たいなと思いますから、うん、よろしくお願いいたします。はい、分かった、はい、そして初陣を務めていただきました加藤清正様、一言皆様方によろしいでしょうか。そしたら先日よりよみがえり申して、この戦闘では初めての出陣でござった、名古屋おもてなし武将隊において忍者隊の方々とご一緒することはまずないというふうに思っておったが、400年前は服部殿と拙者は共に徳川様にお仕えした者同士であるがゆえ少し寂しくおった。しかしながらありながらこのような形で服部殿と共に出陣できたことは誠に嬉しく思っておる。このことをまた皆々も後世に語り継いでほしいと拙者も存じるがゆえ、引き続きこれからも我らこの名古屋を世界中の観光都市にするために頑張るがゆえ、引き続き応援よろしくお頼み申す。今日初めて見たというものはいつ終わるんじゃ申し訳ございません。思いが溢れてますね。は、申し訳ございません、はい、終わりになるようなところがわし数えて7箇所あったからさすがお前の家臣は優秀だ。優秀でございましょう。今日は反省いたしまする。終わりたくないという気持ちがその通りである。はい、もうひしひしと伝わって熱くなりました、うん、ありがとうございます。さすが加藤清正である。はい、さあということでですね、せっかくなんで写真撮影を行いたいなと思うんですが、はい、ではですね、ふーちゃんも今日せっかくお召し物がですね忍者風になっております、うん、はい、そして忍者隊ではなくて武将隊ではなくて陣笠隊の皆さん、はい、ぜひステージの方にお集まりいただき、はい、ちーと我らのことを呼び間違いが多いぞ。そうですか。わざとだ、わざと。徳川家康服部半蔵忍者隊と先ほど申しておったしな。何が違うんですかという顔しとるじゃろ我らは徳川信長殿も我らは徳川家康と服部半蔵忍者隊でござる。そう、司会の者なんて言うのか。まず先ほどは徳川家康服部半蔵忍者隊と申し、まあ細かい話はよいか、風殿の参上じゃ。細かいしキッチだなと思って。お待て待て、はい、さっき の歴史授業の時にケチではないよっていう、それは現世の人たちが植え付けた印象だよって言ってましたけど、実際のところはケチであるということじゃ。ああ、そうですか。認める。そこは認める。これが将軍のやり方。やり方ですね。ありがとうございます。さあ、それではですね、皆さんもうちょっと中央に集まっていただきまして、はい、信長様も真ん中にドフンと入っておられますね。はい、
で、ぐぐっと前に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 、はい、それでは、向かって皆さんから見て右側のこちらのですね、まずは右から前に、はい、右側から行きましょうか。さあ、それではもう少しアスカルの者たち出てくれますか。うん、まるなる、はい、写真をしっかりと撮っていただきたいと思います。では参る、はい、5つ4つ2つ3つ1つしまきゃ。ありがとうございます。はい、ではさあ、そして反対側、反対側行きますか。はい、はい、分かった。はい、いいぞ。5つ4つ2つ3つ4つしまいちゃん。はい、いいね。あるさあ、それでは真ん中の方よろしくお願いいたします。正面四角を映せ。5つ4つ3つ4つ1つしまいちゃん。ありがとうございます。ぜひともね、撮ったものは SNS とかね、武将様にあったよ、忍者隊にあったよって言っていただけると嬉しいかなと思います。じゃあ、はい、ありがとうございます。さあ、ということで、うんうん、もう1日あっという間に過ぎてしまいましたけども、本日のステージの最後の締めくくりとして、信長様勝ち時の方をよろしくお願いしたいと思います。はい、よかった。はい、本日の侍忍者出陣祭り春の陣、いかがであったか。アミオさんじゃん、こうして我らは桜井忍者空港と称してこの空港を盛り上げてまいる。やはり人が集まる場所、名古屋城しかり、この空港しかり、集まる場所というのは大いなる力である。この名古屋城、そして中部国際空港、力と力が結びつき、名古屋だけではなくこの愛知中を巻き込んだ渦になりたい。むしろも暇さえあれば名古屋城に遊び来るがよい。我らはいつでも名古屋城で待っておる。共に勝ち時を挙げてまいる。皆の者の拳を掲げる。参るぞ。ここに集まりし南だと侍忍者空港の明るい未来に向かって勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございました。以上をもちまして侍忍者出陣祭り春の陣を終了させていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。はい、名古屋おもてなし武将隊の皆さんでした。今一度大きな拍手を送りください。そして徳川家康と服部半蔵忍者隊の皆さんでした。ありがとうございました。そしてセントリア謎の旅人くーちゃんでございました。今一度大きな拍手を。一日に皆さん本当にありがとうございました。武将隊、そして忍者隊ですね、これからも皆さんの近くに行って、名古屋の魅力、愛知県の魅力を伝えていくと思いますので、ぜひとも力を貸してください。そして今日一日お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。最後は佐野俊介でした。ありがとうございました。